アントワープのフレミッシュ路面電車とバスの博物館にて保存されているジャイロバス G3 フライホイールバッテリーとはエネルギーの保存方法の一つであり、電気が持つエネルギーを一時的に回転運動の物理的エネルギーに変換することで保存しておき、後ほど電気が必要な時に回転運動から発電によって電気を得るものである。フライホイールバッテリーの構造外略1、容器に フライホイール3、発電機、モーター4、軸受け後、インバーター6、真空ポンプ7、充電8、放電真空ポンプによって真空に保たれた格納容器の中に、フライホイールとモーター兼発電機が1本の軸で自由に回転できるように取り付けられている。容器を真空に保つのは、フライホイールの回転抵抗を低くするためである。また、軸受けにも、 非接触型の磁気軸受けなどを採用することで回転による抵抗を軽減している。磁気軸受けには補助の手間を軽減するという利点もある。フライホイールは非強度の高いものが求められるため炭素繊維強果樹脂のような材質が使用される。モーター兼用の発電機はギャップを広めに取った強力な永久磁石を備えたブラシレスモーターが使われる。モーター兼用の発電機は 格納容器の外のインバータに電線で接続され、充電時と放電時にはこれらが逆に働き、他の電池と同様に電気エネルギーを蓄えることができる。実用に供されているものとしては、1985年に日本原子力研究所の核融合実験装置、JT-62 コイル0時、加熱用電源として導入された設備がある。二千八年には、 東京大学物性研究所に日本原子力研究開発機構の各融合試験装置 JFT-2M のフライホイールが移設され、強磁場発生磁石の電源として稼働が始まった。ジャイロコモティブ1954年に当初はフランスのサンピエールモンの鉄鋼石鋼さんで運用されたが本領を発揮できずスイスのゴンツェン鉄鋼んで1966年に 平山するまで運用され、1994年以降は、胴体保存される。1988年8月には、京浜急行電鉄が、逗子線神武寺駅から新逗子駅間にある、逗子フライホイールポストに2 5ット時、3 0 0 0ットのものを設置して、鉄道の改正電力を貯蔵して、有効活用するために用いている。これにより、 改正電力の12%の再利用を可能にしている。コラディアリレックスの一部の車両は車体の上部にフライホイールバッテリーを備える。電力系統の安定化を目的として、1996年には沖縄電力が5 8ット時26,500クバのシステムを導入している。風力発電の電力系統安定化を目的としたプロジェクトも存在する。 欧州では短期間だったものの、ジャイロバスとして、路線バスの運行に使用されたこともある。ホンダ技術研究所の試作例では、34.7kg の本体重量で2.5万回転、分から5万回転、分程度の回転速度で 250Wh のエネルギーを保存して、最大出力 15kW を生み出した。ミツル放電効率は93%以上で、 エネルギー密度は 7.2Whkg、出力密度は 432Wkg であった。比較として、日産ディーゼル車製のキャバシタハイブリッド中型トラックでは、エネルギー密度は 6Whkg、出力密度は 600Wkg であったので、ほぼ同等であると言える。運動エネルギー改正システム自動車レースの F1 では、 2009年シーズンのレギュレーションから運動エネルギー改正システムが導入され多くのチームはバッテリーにエネルギーを充電する電気式カーズを採用したがウィリアムズはフライホイールを利用する機械式カーズを関連技術を持つ企業を買収した上で開発した結局ウィリアムズもパッケージングの都合からバッテリー式を選択したが開発したシステムが 耐久レースのアウディアール18位、トーンクワトロに転用され、2012年のルーマン24時間レースにおいて、ハイブリッドカー発の総合優勝を果たした。他にも、世界各国で研究開発が進められている。ありがとうございます。